ソウル郊外線は大韓民国軽軌道、蚊やし、徳洋区の両国駅と犠牲府市の犠牲府駅を結ぶ韓国鉄道公社の鉄道路線である。2004年以降は定期旅客運行を休止し貨物路線として使用されている。ソウル郊外線の名称は旅客営業時のもので、旅客営業休止後は郊外線を正式名称としている。 全線非電化の単線路線であるが、両国大谷間は、京備線に、警限電鉄線の下両付近、マイナス犠牲区間は警限線に並行して走る。ソウル市北方に、京備線と警限線の連絡線を設ける構想は、日本統治時代から存在し、1944年2月に着工されたものの線路竣工前に、朝鮮降伏を迎えたため未成線で終わった。 日本統治時代には、競技線の旅客、貨物を中央線経由で、釜山へ通す役割、および軽減線の列車を、京状府に乗り入れることなくのある、水色駅へ改装する役割が期待されていた。現存のソウル郊外線は、両義線として1959年に着工され、1961年7月10日に、両国、経営領間が部分開通。 1963年8月20日に、軽量マイナス犠政府間が開通し全線開業した。開業当初は、ソウル駅、両国駅、犠政府駅、ソウル駅間を、環状運転する旅客列車が設定されたが、1986年に、首都圏、電鉄1号線が軽減線犠政府駅まで延伸されると運行区間は縮小し、ソウル駅、 両国駅マイナス義政府駅間のみの運行となった。運行はすべて機動車で行われ、1990年代まで日本製機動車が1997年からは3両編成の9501軽機動車が用いられていた。沿線はすべてソウル特別市の北側郊外に位置するが、朝鮮民主主義人民共和国に近いことから軍事基地が複数存在し、 開発規制区域とされていた。そのため、ソウル近郊であるにもかかわらず、田園や荒野が広がり、人口は極めて少なく、乗客も少ない状態が続いていた。一方、それにより、自然の景観が残ったことから、観光客の利用が見込めたため、1994年8月12日からは、中国製の心臓蒸気機関車を使った、 SL 観光列車を休日に運行していた。しかし、1990年代後半の経済危機や SL の保守が困難なことを理由に SL 観光列車は2000年5月15日限りで運行が取りやめられた。さらに、沿線の開発抑制で利用者の増加が見込めないことなどにより、KTX が開業する前日の2004年3月31日をもって、 定期旅客列車の運行は終了した。それ以降、沿線の韓国軍基地への補給輸送を中心とした貨物列車が運行されていたが、これも2013年頃からほぼ運行されなくなり、事実上の旧市路線に近い状態となっている。これを受け、2010年代以降沿線の自治体から、郊外線を電化、複線化の上で旅客輸送を再開する構想が提唱されているが、 費用対効果の悪さから具体的な整備計画は進んでいない。先行会1 b g 2 0 1 2年 ISBN 9兆7889億6495万 357P421 から4 2 2 3 5 9 k m 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0十一1 1 1 1 1 OBS TV 2019.0101ありがとうございます。